ジェームズ・ムサは、イングランド出身のサッカー選手。ミネソタ・ユナイテッド FC 所属。ポジションは MF。元、サッカーニュージーランド代表。ウェリントン・フェニックス FC の U-21 チームでのプレーを経て、2010年6月に、クラブとプロ契約を締結した。2010年11月27日、メルボルン・ビクトリーとの試合で、 クラブ史上3番目に若いプロデビューを飾った。2012年1月、ニュージーランドリーグ2部のワイタケレシティ FC に加入。2011年10月20日、ニュージーランド1部のチームウェリントン FC に移籍。2012年8月31日、トライアルを経て、イングランドプレミアリーグのフラム FC と延長オプション付き単年契約を結んだ。2013年1月4日、 カンファレンスナショナルのヘレフォードユナイテッド FC にレンタル移籍することが発表された。2012から13シーズン終了後、契約満了によりフラム FC を退団。ニュージーランドに帰国し、2013年9月にチームウェディントン FC に再加入。2015年2月25日、ユナイテッドサッカーリーグのセントルイス FC に加入。2015年11月、 チームウェディントン FC に3度目の加入。2015年12月、セントルイス FC に再加入。2016年11月30日、スポルティング・カンザスシティのリザーブチームである、スープ・パーク・レンジャーズに加入。2017年8月、トップチームのスポルティング・カンザス式と契約を締結した。2018年3月1日、 ユナイテッドサッカーリーグのフェニックスライジング FC に加入。2020年1月17日、メジャーリーグサッカーのミネソタユナイテッド FC に加入。2011年4月の OFCU-20 選手権と韓国のスイバラ杯に出場するために U-20 代表チームに選ばれた。OFCU-20 選手権ではグループステージで ハットトリックを達成し、チームのトーナメント優勝及び FIFAU-20 ワールドカップ出場権獲得に貢献した。U-20 ワールドカップでは、グループステージの3試合すべてに出場した。2012年6月21日、2012年ロンドン夏季オリンピックの登録メンバー18人の1人として選出された。同大会では、グループステージのエジプト代表戦で、 負傷したヤンホックに代わって63分から途中出場した。2014年5月30日、オークランドで行われた南アフリカ代表との親善試合でフル代表デビューを果たした。ありがとうございます。